眼科医の平松です。今日はドライアイとか、まあそうですね、目の表面がゴロゴロしたりして辛い人の自己血清って言っても、なんていうかな、血から作った目薬っていうのがあるんですね。これってどうなんでしょうかっていうことについてお答えしようと思います。いただいた質問で、ある、網膜色素変性症の方で白内障手術後ドライアイひどくなっちゃったと。で、今目薬してるけどなかなか悪くて自己血清の血清点眼どうでしょうかっていうんです。血清点眼って何かっていうと、採血、血取ります。血取ったのを遠心分離って言ってですね、ここぐるぐる回すとですね、血って赤血球って言って赤い部分と透明というかな、黄色っぽい透明の部分に分かれてくるんですよ。で、血清部分っていうのはこう、採血のこう赤くない部分ですね。で、これを取ってあげて、お薬というかな、塩水とかで混ぜたりとか、するとこもありますし、そういうのを使って、目薬にするんですよ。だから、これちょっと問題点一つとしては、これを作れる施設が極めて少ないってことですね。血清点眼というのは大学病院とか、まあうちでもある程度作れますけれども、そういうところでやることが多いですね。で、もう一点の問題点としては、防腐剤とかは含んでないので、まあ、いわゆるこうバイ菌とかが、繁殖するリスクっていうのも多少あるっていうのが血清点眼の問題点。ただしいいのは、要は血液出血した後って結構治りやすいじゃないですか。そういう治る成分というのが血清中に含まれているので、血液中の血清を目にすることで治りが良くなるんじゃないかって言われています。ちなみにこれはドライアイの診療ガイドラインっていうところの中で、積極的には推奨しないけど、まあいいんじゃないのかなぐらいな表現で言われていることが多いので、あくまで他の治療をメインでしていただいて、ダメとは言わないけれども、まあ、一つの選択肢だよねという程度の治療ですね。まあ他の治療としては、例えば涙点プラグだとか、アテロコラーゲンって言って、涙の通り道にコラーゲンのジェルみたいのを入れる治療とか、まあ、そういうのもあるので、まあ、頭に入れていただいて、まあ、辛い場合はそれも相談していただけるのは一つかなと思います。今日はドライアイがひどい人のための自己血清の点眼についてお話ししました。他の何か疑問質問ありましたらコメント欄にくだされば幸いです。よろしくお願いします。